どうもこんにちは、ゆうげんでございます。今回もよろしくお願いいたします、ということでございまして、前回もコメントご視聴毎度のことながらありがとうございました。たくさんいただきました。今回もですね、いただいたコメントのお返しを少しさせていただいてから、ゲームの方を始めさせていただきたいと思います。でまずはですね、動画を見て特にハルカシリーズのゲームを買いましたと、言ってくださる、方がいらっしゃいましたね。で本当に私もまだまだネオロマ全般のね、プレイの方は、新座者の立場でありますが、でこうしてね新しくゲームを始めて買ったりして始めてくださる方がいますと、私もねとても嬉しくなります、ね、どんどん広めていきましょう。であとはあとそうだ、前回のね動画の中のあれですね、七草事件がありましたねまあ私が七草がゆと呼んだ、ことに端を発する、騒動ですけれども、私も七草がゆと言いますだ単純に言い間違いですね。大変失礼しました、まあ、これもね実況動画を、やっておりますとありがちなんですけれども、まあ、要するにプレイと話を同時にしているものでなかなかねどちらかに偏ると脳の処理が追いつかなくなってしまって、まあ、今回の場合はその自分ではあれはね七草と言ったつもりだったんですよ、まあ、でもですね口では七草と言ってしまって、でしかもそのことに気づかないと、まあ、そういうようなことがよくあるんですねまあできるだけね集中して気をつけたいと思いますが、はい、私の地域ではこう呼ぶんじゃなくて私も七草と呼びます。でまあ、七草と呼んでも悪くないと思うんですけれども、一応正式には七草と呼ぶらしいですね。はい、失礼いたしました。で、あとは、歴史に詳しい人ってなんでこんなこと知ってるんだろうと、まあ、不思議に思うというようなコメントもいただきましたね。まあ、これに関しては、まあ、例えば私の場合ですと、その、好きで歴史の文献なんかを読んでおりますので、だから趣味に近いところがあるのでですね、まあ、例えるなら RPG をやりながらその作品のストーリーだったり、魔法の名前を覚えていくような感じで、まあ、自然と覚えていくような感じですね、うん、別に決して特別にね勉強をたくさん一生懸命やったりしたわけじゃなくて、うん、ゲームとかアニメなんかを覚えていく過程と同じような感じでね、うん、覚えていたって感じですよね。さてではゲームの方を始めていきましょう。改めましてよろしくお願いいたします。で、あれですね。佐々木さんのところに、このすごい遺跡のところに行ったら、なんか食って行ったんだよね。さあ、どういうことでしょうか。はははっ、笑った。え？天井に隠れてるの？佐々木さんが今後、トゥーフィートを口ずさむ機会はあるんでしょうか。あ、一体何なんだろう。佐々木、どうしたどうした、ははは、悪い悪い、だってよ、おかしいだろ、何が何が、海賊の根城にごめんくださいと来たもんだ、うん、礼儀正しい、こんな間抜けな話聞いたことね、なだって勝手に入ったら悪いと思って、いや褒めてんだってお嬢さん、見上げた度胸だ。頼めたぜ。あ、勝手に上がった。すごい上がった。なんだ、こっそり入ってきたら踏んじばってやろうと思ってたのにな。ついつい毒剣も抜かれて笑っちまった。そういう計算なら、あんた大物だな。あんたが最近噂になってる中津国の姫さんなんだろ？なんて言ったっけ？そうか、まだ正式に、ね、そう自己紹介してませんでしたね。私はこう書いて、カタルヘナ・ユゲコと言います。なんかかえって古代の名前みたいな感じになってますけど、ね、万葉柄みたいになってますけど、そうか、ユゲコさんか。お姫様の割には気取ってね、いい名前だ気取ってないか、うん、気取ってないですね。単純に、うん、自分のハンドルネームから取ったわけですから。だが、それでもお姫さんのあんたにはわからないかもしれねえな。レヴァンタってのは、常世の国でもお偉いさんなんだ。何しろ、矢野イカズチとかいうやつの一人だからな。また、八人衆的なあれか。皇族に皇族なんだよね。ホノイカズチ、ナーサティア、アシュビン、シャニ、レヴァンタ、ナーサティア。インドの感じですね。
インドの神様が元なのかな。下手に照らしすりゃろくなことにはならねえ。悪いことは言わねえ。関わり合いにならねえ方が賢いぜ。おっと来ましたね。俺だってあれさえなきゃあいつのとこになんざ行くもんか。あれいわゆる弱みということなんでしょうか、佐々木さんにとっての。さあ天秤を傾けていきましょう。やっぱり佐々木がレバンタに力を貸すには何か目的があるんだ。アシュビンの言っていた通り。あれって何？しょうがねえな、ここまで来りゃ見せるしかねえか。なんだ？お腹が減ってます。お腹が鳴ってるのをマイク入ってないといけない。佐々木。いいじゃねえか。どうせ今なら誰が入ったって一緒だ。お、秘密の部屋。こっちだ。来てみろよ。なんでしょうね。今日あったかいもの食べようかな。寒いから。ほい。ん？何これ？岩ですか？巨大な。これも遺跡の中の部屋なの？どうだ姫さん、驚いたか？これがヒムカの一族の守り神さんのおわす岩倉だ。ほう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 。国を加護する神、中作りの竜神のようなものか、うん、確かにすごい巨石だね。しかし神がいると言われても、ここは抜け殻、うつろだ。ほう、神はここにはいない。マジレスですね。豊田さん、水を差すようなこと言っちゃって大丈夫でしょうか。大丈夫でしゅかじゃないよ、ですかね。え、神様はもうここにいないの？な、あらほらほらほら。あ、ごめんなさい、守り神様がいないなんて。いや、謝ることはねえよ。やっぱ中津国の王はカンナギだって言うけど、分かっちまうもんなのか。あ、佐々木さんたちも、分かってはいたのか。私にはよく分からないわ。東野がそう言ってるの、本当にそうなの？そうか、今の東野さんの話は聞こえなかったのか。みんなは、ゆえ子がネタバレしたと、ネタバレじゃないよ、マジレスしたと思われても。まあな、ここにいた神さんは今、出払ってしまってる。うん。レバンタのところにな。はあ、なるほどね。奴の屋敷を守る結界、あれもここの神さんの力なんだよ。はあ。もしかしてここの神様もレバンタに奪われたの？いや、まあ近いんだが。ちょっと違うっつ。俺がレバンタに売っ払っちまったな。あれだ。あ、でもこの神様と、まあ人、あえて人って言いますけど、まあこのね、地上の、人々と神様の関係のね、あり方が、なんか本当に昔ながらの日本の神様と人間との関係みたいで面白いですね。多分に人間的というかね、人間の力でも、どうこうできるみたいなね。ちょっと言い方は難しいですけど、そんな感じですね。絶対的な神というよりも。何？売り払ったって、ここにいた神を。なんだよ。だってしょうがねえだろ。守り神様って言ったって、ただの石ころだったんだぜ。そんなすげえもんだとは思わねえじゃねえか。だからって普通、売り飛ばすか。うん、それで実際、霊剣が新たかなんだからね。いや、レバンタのところの妙な軍師がやけに高値で買い取るからさ。あらら、ヒイラギさんか。こいつはうまい話だ。大儲けだと思うじゃねえか。どんぐらいのお金をもらったんだろうか。ヒイラギか。ヒイラギはまじないや軌道にも詳しいからね。ま、俺も反省してるぜ。あれから村に帰ってもうちのじいさん家にも入れてくれねえ。それマジをこうしますわね。取り戻すまで二度とうちの敷居をまたぐな、とか言われてしまった。なんとなく事情は分かったけど、それでね、それなら買い戻すしかないんじゃないの、うん、姫さん、そんな金がありゃ苦労はしねえぜ。あ、もう使っちゃった。売った時の金はどうしたの？金は天下の回り物だぜ。行く先なんて俺は知るはずねえだろ。使い果たしたのか。現代の貨幣価値にしていくらだったんだろうね。
第一いくら積んでも返すそうりゃねっていうしな。そりゃそうだ。まあしばらくやつの用心棒まがいのことをやってりゃ返してもらえる契約だ。そのうちなんとかなんだろうそのうちっていつだよ。そのうちはそのうちだよ。若い頃から細けいことを気にすんな守り神さんも守り神さんを盾に取られちゃどうしようもねえだろ。佐々木はレバンタから守り神様を取り戻すのが目的なのでね。あ、そういやさっきの天秤視座から長いですね。それならもし私がレバンタから守り神の石を手に入れたらあげる。だから仲間になってよ。一応セミストも。ここは積極的に佐々木さんを味方に引き入れる感じにした方がいいでしょうね。だってどう考えてもメインキャラだもん。素晴らしい。こういうことでしょう。右でしょうね。これは積極的に行きましょう。レバントを倒すのに力を貸してほしい。おいユエコ、今の話ちゃんと聞いてたのか。こいつろくでもないぞだからね、前から言ってるように佐々木ハンガンみたいな感じですよね。だから友達になればね、とっても頼りになる存在だと思う。土蜘蛛の次は山賊か山賊って言っちゃって大丈夫。二の姫、君は軍を盗賊の群れかと何かと勘違いしてないか確かにバレエ、あれ下がっちゃった。バラエティに飛んでますけど、でも守り神様を渡すだけでいいなら仲間が増える方がいいですよ。あんた面白いね。おまけに太っ腹だ。はい、すごい上がった。あの中作りのお姫様にそんなことを言われる日が来るとはな。10年前の俺に聞かせてやりたいぜ。10年前何があった。どうですか。はい、成功ですね。ありました。日の江、日の江くん、俺はあんたみたいなやつは嫌いじゃねえ。できりゃ手助けしてやりたいが、悪いが姫さんの頼みは聞けねえな。守り神様の他にも理由があるの。こいつは契約ってやつだね。そうだよね。やつと俺の契約がある限り、炎の結界は屋敷を守る。ま、姫さんも諦めな。ところの国ってのはレバンタだけじゃねえ。やつをぶっ潰しても次は来るだけだ。そうだね。8人もいるわけだから。俺の見たとこ国見の砦の連中だけじゃ勝てっこねえな。どうする。そうだとしても諦めないよ。そうだそうだ、高千穂で捕まった人たちを助けられるのは私たちだけだもん。諦めたらみんなを見捨てることになる。二の姫上がれ埋め合わせできなかった。また来るね。ほう、もし気持ちが変わったら国見の砦に来て。なるほどね。さあどうする。なんだよ、ちょっとかっこいいじゃないか。ゆげ子が佐々木中作りに行く、つくつもりか。バカ、何言ってんだ。そんな危ない橋渡るかよ。みんな仲良くレバンタにと捕まって縛り首が関の山だ。ただまあそうだな、レバンタの顔見んのもうんざりだからな。あの姫さんの方がマシだろ。邪馬台国理論だよね。美少女に統治してもらった方が嬉しいっていう邪馬台国理論、本当だって。信用しろよ。ん、おい聞いてんのか。何の音。今足音がした。まだ誰かいたのか。ほう、何にも聞こえねえぞ。姫さんたちもとっくに帰っちまったし。でも私にも聞こえたよ。お前腹血ごまかしてんだろ。気のせいか。それならなんだろうね。はい、帰る、帰りましょう。さて、じゃあちょっとまた情報を確認してみましょうね。メモの変化はあるでしょうか。なるほどね、サブ、いわゆるサブキャラクターを含めるとかなり人数多いですね。これまだまだ
まだまだまだ二章の物語を進めましょう。当夜の秘密を知った際に、当夜の秘密ってなんだろうね。でもこれもね、前と同じでまだわからないんだよな。再開した時に、天の真田に入ると、はいはい、凪くんのイベントがありますね。はい、わかりました。じゃあそこに、どこだっけ、ここだっけ、違う違う、これか、ここに寄れって話ですね。了解です。じゃあ、まっすぐ進んでみますか。ほい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 、よいしょ。さあ敵です。どうしようかな、配置はこのままでいいか。まあ打撃でいいかな。お、一発レベル上げた甲斐がありますね。そう、できるだけね、このマップの、お、負けんす、レベルさん。このマップの雑魚敵は一撃一ターンで倒せるように、レベル上げてみたんですけど。ほぼ一撃で倒せるようになったよね。魚、古代の魚。怖いよね。深海魚とか、古代種の魚ってなんでこんな怖いんだろう。やっぱり、人類は一度陸に上がってしまったから、海の中って怖いんでしょうね。でも見ちゃうんだよね。水族館とか行っても、つい怖いもの見たさで、私深海コーナーが好きなんですよ。誰か一緒に行きませんか、水族館ね。さあ、何が起きるかな。ボイスはなし。ようやく山見ちゃうんだね。阿蘇ってやっぱり結構遠いんだね。この辺りで一度休憩をとっておくか。そうですね、砦までまだ遠いし、一休みさせてもらえると、失礼しました、それなら向こうの森に行ってみませんか。田んぼの真ん中で座り込むのもなんだか気が引けますし、こういう田んぼで座りながらお昼に握り飯を食べたいと思うことがよくあります。ん、何かを注いだ。うん、水が美味しい。たくさん歩いた後だからだな。凪も飲む？器あるよ。どうした？いいよ、僕はちょっと向こうに行くから。あれ、また一人になりたがってる。風早たちには適当に言っておいてくれ。また一人になりたがってるね。どこに行くの？近くだよ、すぐに戻ってくる。調べたいことがあるだけなんだ。なんだろう。こんな森の中で調べたいことってなんだろう。最初ね、髪の色が同じだからこの二人兄弟だと思ったんだよな。普通の森に見えるけどな。はい、これはおえってことでしょ。まあ様子見に行きましょう。一応育成で。さて見に行ってみましょう。あら、見たもらって出てくるかもしれないね。これもダメか、意外に少ないな。何か探してるね。採取してんのかな。何を調べてるの。ほんとゆげ子は何にでも首を突っ込みたがるよな。失礼します。植物だよ。あ、もしかして薬草。あらら、なんかほんと弁慶さんみたい。何か効能があったりするの。そういうのは僕の管轄外だ。だからって、じゃあ食用とか聞かれてもわからないから。そんなこと言わないよ。でも、なんだ？深く聞いてみようか。ずいぶん熱心に探してたみたいだね。この二つが正解かな。多分。こっちが残念な選択肢だと思う。あ、これもいいな。でもこっち行ってみようか。必要に迫られただけさ、軌道に必要なんだよ。上がりました。軌道って植物を使うものだったの。
がある草木なら、なるほどね、まじないを使う助けになるんだ。あ、私草木って言いたいな。土地の木なら山の神のいくらとなるし、土地の実とかってあれ食べられるんだっけ。タブはタブ、ブラウザの犬グスのでしょ。ほうほうほう。タブは異国の神の力だから。ほんとね、インターネットもいろいろね進化しましたが、ブラウザの最大のなんか便利になった機能ってタブだと私は思うんですよ。昔なかったもんね。確かに。そうなの？あったっけ？すごいよ、何？本当に魔法使いみたい。それで一生懸命探してたんだね。あ、あれば楽ができるからね。え、楽？これなんだっけ？呪い？まじない？おねったり？陣を張ったり？一からやるのは面倒だね。力のある草を使えば僕の仕事が減って楽じゃないか。なるほどね。はあ、ちょっと苗木を見直しかけたのに。いやいや、でも大事なことだよ。あ、こっからか。失礼、こっからね。別に見直さなくていい。僕もかったるくなって帰ろうと思ってたところだ。でもまだ集めてないんだよね。一緒に取るよってやつだね。ですね。うん、これですね。それなら私手伝うよと。一緒に探せば早いでしょ。お、え、本気か。もうめんどくさくなってきたって言っただろ。でもここまで頑張ったんだもん。何にも手に入らなかったらつまらないよ。はあ、だからゆげ子を巻き込むのは嫌だったんだ。なんだかんだ言って嬉しいでしょ、ゆげ子に言われて。この森の感じなら常緑樹の方が古い木が多そうだ。うん、樹齢がある木の方が軌道に使うと力は強いから。分かった、なるべく大きな木を探すんだね。でも根が腐ってたり、もう寿命がつきそうなものはダメだ。うん、霊力がありそうなものをって言っても分からないか。どう、分かる、任せる、適当に探してきなよ。え、もうちょっとヒントとかないの。あれば僕も苦労しないよ。しょうがないな。うん、でも常緑樹で大木だね。探してみるよ。待ってて、すごいのを見つけてくるから。でもゆえ子高校生までの勉強してるからわかるよね、常緑樹。すごいのって何がすごいのか分かってないくせに、よくあれだけ張り切れるよな。張り切りゆえ子、こんなことの何が楽しいんだか。傾け傾け。わかる、よしよし、やりましたね。ゆえ子は退屈しなそうで羨ましいよ。おお、無事傾きできましたね。よしよし。あとは2章、他のキャラクターもそうですね。あと、そうですね、コメントで、まあ、どの攻略、どの、人をね攻略するのかなみたいなコメントもいただきましたかね。まあ私もね、多分決めなければいけないんですけど、でもまだ全員揃ってないよね、パッケージ見る限り。まだ分かんない人いますね。うん、とりあえず全員揃った上でじゃないとなかなかね絞ることもできませんので、まあしばらくは話そのものを楽しみながらね、うん、ストーリーを理解していきたいと思います。攻略、私が皆さんを攻略するときは来るんでしょうかっていうと、また一騒動起きそうですけど。さて、普通に戻りますかね。午後、なんだ、なんだ、こっちの世界の森ってすごく木が大きいな。人の手なんて全然生えてない感じだ。そうですね、この木なんていつからここに生えてるんだろう。なんだなんだ、あれは？最初に見た人じゃなくてキリン。あの光の雲の中にいた白いキリンだ。五行の土に相当するらしいですよ。豊橋原の生き物だったんだ。怖い。
ちょっと怖い。浮いてるのかな。何？あ、もういない。あんなに白くて大きな獣がすぐに消えてしまうなんて、まるで幻だったみたいだ。もう一度どこかで会えるといいんだけど。何なんでしょうね。怖いね。ちょっと強制イベントあんのかな。ちょっと一周してみようか。一周してみようか。どう、もうご利用しで大丈夫かな。ちょっとね、まだみんなのレベルが0とか1だった頃は結構ね、ここの敵倒すのも時間がかかって、術とかね、そういうの駆使したりしてたんですけど、だいぶご利用しでできるようになりましたね。特にないかな。よし、じゃあま、おっと、なんだ。あー、白龍くんが大きくなりそうなだけだ。どうした。何、どうかしたの。トウヤ、いきなり立ち止まって。聞こえる、風が語りかけます。聞こえるって一体何が。うん、なんだトウヤ、こんな高いところから飛び降りるなんて、どうしよう。トウヤ、トウヤ、大丈夫、返事をして。ごめん、大丈夫、噛んで、ごめん。大丈夫かもしれない、なかなかいないと思うけど。おい、土蜘蛛って空を飛べるのか。さあ、いくらなんでもそんなはずないと思いますが。時間が惜しい、先を急ぐぞ。あれ、でもトウヤが怪我をしてるかもしれないんですよ。土蜘蛛ならばこの程度の崖で傷つくことはない。大体なんで飛び降りたの。それに待ったところで戻るとは限らない。まあ、なんで同行してくれてたのかもよくわかりませんしね。確かに、トウヤは戻ってこないかもしれない。選択肢。ちょっと怒ってみようか。一応クイックセーブしつつ。してよ。土蜘蛛は人の断りから外れた存在だ。同じ人間だと思って判断を下すな。痛い目に遭うことになる。ほう。おい、来た。どうした、何があった。もらった。どうや、怪我はない。どうしてあんなことをしたの。なんだ、何も問題はない。これを、あ、草の葉をもらった。いろんな草や葉っぱがあるけど、森がくれた。これは薬、これは毒。薬草を取りに行ってたの、崖から飛び降りて。あの下にあった。あ、なん、声の音を間違えた。だから降りた。トウヤ、薬草を取ってきたんだ。すごい。感動しすぎかな、これ。突然、おしひとさんに話し振るのかな。あ、でも、あえてのベタ褒めしようか。ねえ。ここは、何を言っている。トウヤはみんなのために薬草を取ってきてくれたんですよ。どうなんだろう、あんま深入りすぎちゃいけないのかな。それとも、しかもあんなにあっという間に、すごいと思いませんか。ミコ、あ、やっぱ喜んでくれた。よかったよかった。君はよくそんなに善意で解釈できるな。みんなのために動いたとしてん、どうして思うの。あー、ダメだ。まあ、トウヤが無事ながら、それでいいかもしれませんね。ちょっと、おしひとさんと、馬が合わないよ。突っ込んでもキリがないしな。けど、よくここから崖の下の薬草なんてわかるな。見えるのか？わかる。なるほど。森が呼ぶ声、大地が呼ぶ声、風に乗って、届く。なるほどね。何言ってるのかはさっぱりだけど。でも、何かあるのは気づいたってことかな。聞こえないのによくわかるね、ナギ。まあ、おしひとさんはやっぱりまっすぐなんでしょうね。だんだん慣れてきた。森にはたくさんある。
薬がある、毒がある、風がある、光がある、水がある、石がある。優しいのは大地がくれる薬、川がくれる石。石？石には光が眠っている。石と石とを重ねて磨くと石の光は増す。光が目覚める。もっと輝くと石は勾玉になるんだ。当屋は勾玉も作れるの？そうだ、勾玉は水なのに、じゃあ石なのに水だ。ほほほほほ、なるほど、深い。まるで石の中に俺がいるみたいに輝きつける。いっぱい上がった。うん、なんだか素敵だね。トウヤってマガタマが好きなんだね。なるほどね。ちょっとトウヤのことを垣間見るシーンが見られましたね。あと、さてさ、ちょっとね、時間が少々オーバーしてしまってるので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。またコメント等をしていただけますと大変嬉しいです。それでは失礼いたします。